猫舌じゃない王。じゃない。よしじゃない王。よしじゃない。熱いものでもバクバク食える、うんうん、猫舌じゃないやつは誰なんだいということで、我々ねおもころチャンネルメンバー5人含め、はい、あとプラス社内何人か、はい、で、誰が最も猫舌じゃないのかというのを競っていきたいなと。なるほど。猫舌じゃないことを指す日本語がないそうなんです。逆の何舌っていうのがね。で、すでに、撮影しております。そうですね、はいはい、そうなんです。ちょっとこの場でやるとみんな無茶して大やけど、そうそうそう、怖い。前の人のタイムが分かったりとか ね、タイムを、うんうん、その人のタイムを当ててもらいます、はい、で一番タイム近かった人に1ポイント、うん、それを続けていって、猫舌じゃないやつ当て王も同時に存在する。おおおおよっ、おかしくなってきた。猫舌じゃない人と猫舌じゃないやつ当て王も同時に同時に存在する世界。おーちょっとややこしいですけど、確かに、ね、いつものねダービーですよね。はいはいはい。そして、うん、なんと今回嘘アンケート動画となっております。な、何のおかげさまで生きております。しっとりと、はい、今日ちょっと本当に、え、今日はちょっと本当に本当に、本当にいつもでも盛り上げてくれてたじゃないですか、これ本当になんで今日ちょっと、何ですかこれ、何ですかこれ、何それ、はい、こちら、うん、今回は講談社の月刊コミック誌アフタヌーン連載の人気漫画、うんうん、宝石の国の、え、PR 動画となっております。なんでだよ、なんで、なんで猫舌ってそれがおでんくんだ。おでんの PR 動画ね。宝石の国とは、はい、市川春子先生が描く、はい、強くて脆くて美しい戦う宝石たちの物語、はいはい、おもろい、粉々になっても再生する不死の体を持つ宝石28人と、うん、彼らを装飾品にしようと襲いかかる月人との果てなき戦いを描いた新感覚アクションバトルファンタジーとなっています。そんな人気漫画宝石の国の最終13巻が11月21日に発売されました。ついに、うん、はい、うん、というわけなんですけども、まあ、なぜなのかと言いますと、なんでなぜなの、今んとこまだね、うん、主人公、うん、誰ですか宝石の国の、フォスフォフィライトです、うん、はい、フォスフォフィライトって、うん、すごい熱いものを食べてる時に、うん、こう熱い空気を外に逃がせる、え、ワードナンバーワン、ハフハフ的なフォスフォフィライトがその1位の単語なんで、今回そのつながりで、そうなんだ、なめるなよえ、まだ何しろよ。そんなね、宝石の国の全巻セット、お、猫舌じゃない人アテ王にプレゼントします、うんうん、おっしゃー、アテ王の方にプレゼント、アテ王の方、アテ王目指そう、アテ王、これは頑張ろう、アテ王目指そう、はい、というわけなんで、はい、やるぞ、アテろ、危ない危ない、何撮ってんだお前は、わかんねえ、おもころチャンネル、じゃあ最初はおさるさん、はい、おさるさん、おー、私、はい、うん、熱々のおでん7個を、はい、食べきるまでの、うん、タイム、はい、お互いも共通しております。なるほど、そのタイムを予想すると、恐れざる、恐れざるは自分のターンなんで自分のところは予想してですね、はいはいはい、残りの僕らで、はい、なるほど、そうしましょう、自分のターン何分かすらもう忘れちゃった、忘れたね、そうだね、そうだね、ちょだからまあ情報ないから、ね、まずね、どうなんだろう、7個だもんね、そう、結構あんのよ、はい、じゃあ、うん、加藤さんから、あ、はい、何ですか、私から恐れざるの記録こちらじゃないかと、5分30秒ぐらい、うん、5分30秒、はい、うん、まあ恐れ山って、うん、冬でもアイス食う、はい、口の中の感覚イカれとるんすよ、そうですよくあるだろう冬アイス、いやいや、もう半袖でしかも、そう、外で食うで何個も食うと、はいはい、だから感覚はイカれてるんで猫舌ではないと思うんですけど、うん、早く食ってんの見たことないな、あ、うん、結局普通に食って、まあこれがかかんじゃないのみたいな、確かに、なるほど、あ、じゃあ僕、はい、やっぱこうでしょう、うん、
殿下の宝刀食べてきちゃいました。来たからの6分48。ここで抜くか、ここで抜いてくれる。やっぱちゃんと案件動画っていうの分かってるから。なるほど、あ計算してサービスに、これサービスに出さなきゃ。なんだ、失礼失礼だ。あえてのそのせいでやっぱちょっとパフォーマンスも落ちて、ちょっと要素ぐらい。これどう、抜いたら1ポイントある？あります、あります。ゾロリジャラジャラジャラ、一家のほどそんなのなってんの？そんなの、これ抜いてほしいな。1ポイントといかずもそこビタ当てしたらちょっとね、プラスなんかあるかもね。はい、では私、はい、これも本当に意外な結末、なんかトップバッターで恐れ山ってちょっと珍しいんじゃないかと思って、これ出るんじゃない、うん、鉄の下恐れ山世界最速1分7個。そもそも早い、7個10秒で食べてるんですよ、すごい。10秒かからず、冷たくないですか？怖っ、なんか怖いよ。こういう異常なシーンが映ったんじゃないかと思って。なんでそいつトップバッターえーっていう構成も怖い。とんでもないことが起こると見て、食いづらいぞあれ。1回1分ぐらいで、まあ、でもかなり早めの予想ですね。なるほどね、怖い2人と比べると、はいはいはい、僕はこちら5分お、うん、そしてなんかムスッとなんで、ね、なんで、すんなんで、こんなことやらすなというカメラを睨んで睨んで終わるんじゃないか。なるほどね、はい、5分ね。じゃあ行きます。はい、はいはい、ダヴィンチ恐れ山です、うん、まあまあまあ自分のペースで冷静思います。冷静だね。よう、まあ、抜かなかった。あ、途中であるか、箸がいっぱいやってきて、箸が苦手っていう問題あ、行く一気に。あれ弁当食べちゃった。あ、抜いた抜いた出た出た来た、抜いたし早い早い、なんかいっぱいだな。よしよしよし、いいぞ。結構早いんじゃない？これちゃんと沸騰させてんのよ、これ下のコンロで。そう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 、めちゃくちゃ熱い。これ熱いよ。そうよ、これ熱い、これは熱いよ。熱い、どう？熱い、これ熱いよ。うん、あれ、ええ、あ、これ最初か。本当に熱かったよ、これ。一言も、ちょっと待ってね、熱いからね。ブーブーしてるね。あ、これが中がね、これも熱いよ、じゅわじゅわ熱いよ。俺卵うまい、普通に食ってる酒場のおじさんじゃん。4分、あれ早っ、早い。よくわかんないんですけども、4分16秒。おぉ、いや、これ、はい、最初か熱いのが伝わんないだろう。そう、いや、熱かったんすよ。言ってよ言ってよ言ってよ、熱い熱い熱いって。でも我慢できないほどじゃなかった食べましたっけ。おいおいおい、卵美味しいですねの文章のところに入れれるだろう。すごいな、あれ。本当にずーっとグラグラしてて、ね、電気コンロでさ、そう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 、ずっと熱いの担保されてたで、うん、多分公平にするためにちゃんと温度測ってた。そう、測ってた、測ってた。でも誰が、まあ、でも僕、アルバさんか、はいはい、か、5分、か、5分、5分、あざーす。宝刀抜いてたよ。宝刀は抜いてた、宝刀ポイント、宝刀は抜いたけど、途中でもう見せ場のように歌舞伎みたいな。やっ、やっ、食べてきちゃいました。まあでもポイントは、はい、1ポイントだね。ありがとうございます。なるほど、素晴らしい。なるほど、ね、なるほど、これが、ね、まあ、参考記録みたいな、早いぐらい、まあまあ、そうそうそう、そんぐらいなのかな。はい、はい、じゃあ続いて、うん、はい、山口さん、はい、お、山口さん、お、山口さん、うちの会社のね、ね、うん、山口さんの記録をちょっと予想しよう。なるほど、なるほど。これはまあいけますよね、付き合いも長いんで、うん、まあ、一緒にねご飯も食べますからね。うん、じゃあまた加藤さん、はい、はい、わし猫舌やん、10分15分。なるほど、山口さんって何回か、うん、猫舌だって言ってる気がするんですよ。そうだっけ、言ってた。なんか熱いものとかラーメンもめっちゃこうフーフーするし、あ、そう、ちょっと置いて、お、だから食うの遅いねんとかも言うし、あ、どっちもかかってる気がする、早食いも、はいはいはい、だからちょっと時間かかると。なるほど、はい、うん、私も確か山口さんは猫舌だった気がするので、うん、想像以上に食べれないので、うん、もう最終なんかこういう目をした状態で16分これ画像編集でやってるんでしょ、山口さんが。いや、もう天然でできます。天然で、すごいすごいね。まあ僕も同じくですね、はい、もう山口さんも
最弱キャンディーちゃん。何でしたっけ？13分13秒。不吉です。不吉だね。たまたまこうなるんじゃないかと。もうめちゃめちゃね、はい、猫舌なんですよ。あ、そうなんだ。猫舌のイメージあるよね。普通の飯もなんかあんま食えてない感じな気がする。冷やした方が好きや。めちゃくちゃもう苦労する。あ、本当に。はい、いや僕もね、うん、なんか猫舌だったような気がして、うん、ガラスの下、山口むつお。わしあかんねん。ああ、そんくらいか。まあ、10分超えはあるんじゃないかな、それはな、はいはい。僕もね、山口さん猫舌だと思う、うん。なぜなら一緒にこうラーメン屋行った時にずっと食ってた。そう、遅い。ずっと食ってんの。そうだね、そうだね。そう。でも、頑張って食べなきゃ早くっていうので、なんかいろいろこうちょけたりとか、うん、カメラマンに絡んだりなどして、ややあって。7分。おお、まあまあ、頑張ったみたいな。でも頑張ってくれると思う、僕は。ぐらいだと。なるほど。はい。これぐらいかなと思いました。いや、どうなの、これ。いきます。はいよ。山口さん。はい、山口です。よろしくお願いします。うんうんうん。やったことないけど、まあ、いけるはいけるね。自信ある。すごいな。よーい。スタート。はい。気合入ってる。まあね、好きなもんから。そうだよ。大根が好きなの。ああ、余裕があるね。ああ、いいですね。これ、熱いよ、でも。いいぞ。熱いよ。いや、ほんと、そうそうそう、めちゃくちゃ熱いの。そう、え、そう、いいぞ、でもまあまあ、ちっちゃくね。はいはい、熱々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 パペペペペペペマジやな。マジ飲んでやな。いいぞ、いいぞ、そう、このペースは。次、こんにゃく。こんにゃくやばいよ。こんにゃくね。こんにゃくはね、高温が熱いよ。熱い。切れないから。噛んで噛んで、ちゃんと。げっしるい。ブルブルブル。こんなん。言ってるわ、頑張ってる。でもどれぐらいカットされてるか。熱いよね。薄み見てるから。薄み目が熱いんだよ。最後。最後なんだ。あー、卵最後。そうね。あるよな、問題は。そうそう。しかもこれさ、噛む、噛んで、ふわふわってする時間分を、ここでこう、冷やすっていう時間を使う。冷やしちゃって。で、一口食ってさ、せっかく。あ、いたいた。うわ、やばっ。あー、来た来た来た。いいね。黄身がね、なになになに。空気を。何このポーズ。あー、やばいやばい。はい、終わりました。9分38秒。長いね。わかんないですね。長い長い。長い長い。これは、10分だから、加藤さん。あ、そうね。そうね。そうね。約10分おい加藤さん、そっか、いや、これみんな結構デッドヒートでしたね。そうね、惜しかったな。いやいや、よかった。続いては、はい、加藤さん。はい、オッケー。何分だった。いや、言っちゃダメ。何分、言っちゃダメ。紙一桁で言う。一番大事だ。一番大事だ。いくらくれる。なあ、どうだろう。私なんですけども、はい、加藤さんは猫舌じゃないのではないか、うん、はい、ということで、もうシンプル3分50秒。お、私より早い。早いね。僕ももう同じ感じですね、うん、なんかいけちゃう。3分だよ、早いか。あの熱々を食べたいみたいなのはなんかあるような気がして、なるほど、なんかもう自然とこれぐらいでも食べちゃうんじゃない。なるほどね。はい、じゃあ私ですが、はい、あ、昆布食えないっすよ、リタイア。佐藤君といえばやはり体質的に食えないが多いという、はいはいはい、昆布か分かんないけど1個なんか、はいはいはい、なんかあったんじゃない。なるほど、ね、ノーゲーム。こうだとしたら仕掛ける側が、うん、そうね、聞いてよっていう。それはそう。僕はね、結構かかると思う、うん、お、なんで6分。そして2000本。6分間でそっちのギネスじゃん。すごいな。文句のギネスを取る。6分で熱々おでんをお題として文句を2000言えるってこと。2000言える。1秒5文句ぐらいな。マシンガンのような。あ、いいそう。なるほど、はい、じゃあ行きましょう。はい、はい、はい、神話特にないですけど、まあでもそんなめちゃくちゃ遅いわけじゃないと思うんで、そう、ね、まあ中より上ぐらいは狙っていきたいなと思ってます。よーい、スタート。はい、ちくわ。いいね。あ、でも噛めばいける。あ、これやばい、これやばい、これやばい。あ、いけるいけるいける。慣れると頑張ってるから熱くなってんだ。慣れてきた。あ、熱いよね、卵ね。頑張ってる。うん、頑張ってる。
早いじゃない。早いっすよね。おお。あ、コブ食えるか。食える。どうした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 。ハグキや。君がハグキ。これですよ。大根大事よ。割ってね。ああ。ああ。早く言ってんのかな。ああ殴られてる見えない人に体を使ってるね。使ってないね。あ、本当一気にさ、飲み込むまでよ。一気に頑張れ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 。いけ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 。結構いけてる。目がキョロキョロ。お疲れ様でした。あ、いた。どうどうだ。3分54秒。はい。え、どうだったんでしょうか。ありがとうございます。すごいすごい。今のとこ早い。めっちゃ近い人いなかった。近いね。確かに。星3分。おお、すげえ。ほぼビタ、ほぼビタ、4秒誤差。すげえ。素晴らしい。やってくれると思いましたよ。すごい。てかあんな苦しんでたのにいけてるの。いや早っ、ね、すごい。あとなんでそんな苦しまないの。苦しまないで遅い。どういうこと。どっちかにしてよ。はい、じゃあ続いては原宿さん。はい、原宿さん。うん。なんか原宿さんが熱がってるところって、うん、もしかしたら一度も見たことない。確かに歴史上一度も。歴史上ないか。なんかあるかな。熱って言ってない。言ってない。人生一度も熱がった普通にあるんだ。はい、じゃあ私から原宿さんの企画、はい、歯をすごい出して熱がり7分30秒。なんか見えるかも。歯をなんかもうこうなってると。わかるわかる。あー、はい、あーってなってるので、ロスタイムがあって若干遅れるんじゃないかなという。歯から放熱しよう。放熱しちゃって、エルチェソフィみたいなね。そうそう、やってる。で、食べるのもそんな早い方ではないと思うんで。なるほど。まあこれぐらいと、うん、なるほど。はいはい、私は、まあ、長さは平均的、うん、6分40秒程度で、まあ、なんか企画にふやけたもん。それを言うよ。ふやけた。ふやけた。ふやけたもん。ふやけたもん。ふやけたもん。量がさ、そこにね、ちょっとしたね、言うね、なんかもにゃもにゃ言うんじゃないかな、食べながら。いや、もうこうでしょ。はい、なんだい。老いが喉に来ちまった。あ、6分8秒。6分だ。こんなもんですよ。6分台なんだ。でもそもそもなんか早食いみたいなことを したくないとかできないんじゃないかな。暑さもあるし、ちょっとゆっくりめにも食べて、ぐらいだと、うん、喉弱ってるのあるかもさ、ちょっと無理しないと思います、原宿さん。確かに確かに。わかる、無理しないと思う。うん、僕もだから結構遅いと思う。うん、8分30秒、うん、そんでなんか神秘して終わる。だんだん静かになって終わる、ね。弱ってる。はい、思います。じゃあ原宿さん、はい、いきます。原宿です。お、元気ある日。え、あんまり僕自分で寝落ちだなと思ったことないんで。いけるんじゃないでしょうか。世界記録目指して頑張ります。ちょっとごめん、やばいね。よーい、スタート。ほい、いけ。いや、もう大根からいこう。あー、いいよ。俺が一番多分強敵だと思う。なるほどね。いっちゃうか。大丈夫。飲み込め、飲み込め。あ、もうそのまま。あ、我が子、我が子。うん、うん、うん、うん。あ、大丈夫、いけてる、いけてる。うん、うん、あ、いけてる、いけてる。あ、くえ。暑かったな、これ。うん、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 うん。セベロ、あの、言ってるよ。おCM 見て整えて頑張って、あ、うん、セベロ鼻から出してるね。攻めてくれ。呼吸をして常にこの空気を入れ替えるだけで。なるほど、いけます。なるほど、ね、熱くてもんと同じ。換気ね。すげえ細かく食ってない。システマだ。あ、これ早いんじゃない。一緒だね、熱さを感じないんだ。よし、これ最後。いけ。いけ。うん。いけ。はい。4分31秒。4分31。思ったより早い。早いな。ちょうど中間ぐらい。そうだ。そうでした。あれもあるけど。あ、でも早い。早い。思ったより早い。頑張ってるじゃん。頑張ってた。ってことは一番短い人？マジか。長田さんですね。あ、そうですね。うん。ちょっと外れちゃったけど、まあまあ。一番近い。ではないにしよう。でも恐れ山すら超えれてないんだこれ。確かに。そうなんです、ね、なんか俺結構早いと思ったんですけど、やってる間、うん、もっとなんだ世界って。世界って広いんだやっぱり。はい、じゃあ続いては、はい、永田、うん、おお、うん、私のなるほどリーダー。はい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 。その暑さってのが、うん、気合でどうにかなる暑さではないのよ。うん、そうね、そう。じゃあ加藤さんから。はい、私の方は、これ
ですね、大声で叱りつけながら3分早い叱りつけおでんを叱って何かにこう当てて熱さをのストレスをどこかに放出しながら、なるほど、で中田君って食うの早いんですよ、単純に早いね、そこが出て3分15秒ぐらいの最速タイム出すんじゃないかと。結構早い、はい、私は永田さんは最速か最遅のどちらかだと思う。ほうほう。そして最初に食べ始めて、あ、これは最速は無理だとなってから引き伸ばして13分あーなるほどね、なるほどね、本当に僕らのリーダーよ、はい、そっちか、はい、僕はですね、はい、死んでもいいのね、お前らが殺したんだからな、かなり無茶をして3分ぐらい、まあ、早い方、早い、まあ、早い方だ、早食いっていうのはもうすでに確立されてるんで、ここで早くないとアイデンティティが崩壊するという、行くんじゃないかな、これなるほど、行ってほしい、僕はね、遅いと思う、お、うるさ遅い、うるさ遅い、わーわー言いながら遅いっていう、なるほど、結構割れましたね、割れたね、早い人と遅い人、最速か最近か、確かに幅広、なるほど、はい、じゃあいきますか、どうなってる、いや猫舌じゃないですね、これぞ、辛いのも好きね、めちゃめちゃ全然普通に食えちゃうと思うんですけど、まあ見せるか、おーマジか、近い分野、最速、お、結構来たぞ、いいぞ、こんにゃく、うん、あれ、おお、すげえ、あれ早いぞ、え、マジで早い、え、かなり熱いね、あ、でも、え、でも、ってなんか早く早いぞ、これあ、来た、あ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 、うわ、ダメージが、え、あれ、お疲れ様でした、早いんじゃない、これ早くない2分4秒、これ早いんじゃない、早い、早い、おでんを食べる時間としてもこれかなり早いんじゃない、早っ、早い、早っ、全然いけたでしょう、7位よ、すげえ、すごっ、え、早っ、やば、え、静か早い早っ、予想外、ね、全然いけちゃいますね、めっちゃ早かった、美味しかった、これじゃあ原宿これだ、あ、そうだ、原宿さんだ、めっちゃ早かったこれ、すごい、これで今立て王のポイント全員横並び、接戦だ、接戦です、接戦、めちゃくちゃ熱い勝負になってる、宝石横に欲しい、はい、じゃあ続いて、はい、カンチさん、わあ、カンチさん、ここよ、カンチはやばいな、カンチはこういうことしかやってないから、そうね、こういうの出身だから、もともとマジで体を張るとかさ、過激派ですからね、カンチさんね、今回このモコロチャンネル、はい、かつ PR 案件、はい、頑張りすぎるんじゃない、あら、リアクションをからしつけちゃおうかなで対応、そっちか、で7分かかっちゃう、結局、辛くて、そう、早いんち強いんだけど、はい、頑張りすぎちゃってるのが7分、はい、からしを、そっちに頑張るのか、なるほど、何のために頑張るって、そうだから、カンチさんにとってはすごい、はい、うん、私はやっぱカンチさんはやってくれる、おお、はい、1個10秒ペース、1分10秒、そして終了後無理がたたって全身が真っ黒で検証かわいい、すごいな、出てちゃう、炭状に、状に熱さでブスブス固まっちゃうこれで、はい、これ1分はやばいな、やっぱこうでしょう、はい、マッドマニアよ永遠なれ1分45秒早い早い死んじゃってんの、マッドマニアっていうサイトを運営してたぐらい、個人サイトをやってたぐらいですから、はいはいはい、もうこれは多分アクセルベタ踏みでいくんじゃないかなと、痛さ、辛さ、熱さ、全部やってるから怖いっす、そうね、見るのが、うん、僕もそうですね、はい、明日を捨てた男カンチ、口を犠牲にし2分51秒あ、はい、なんかすごかった割に永田には負けてる、うん、あちょい負けちょい負け感じがある、足を捨ててもなんかすごそうだぞこれって言った割 に、はい、あれっていう、だって枝豆無限に増えて、うん、そう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 、永田に負けてたね、意外に伸びないんですよ、確かに、うん、なんか伸びてる風に伸びてない、得意分野で永田に負けちゃうっていう運命、そうなったらちょっと悲しいな、ちょっと悲しいっす、確かに、わかります、うん、大暴れあでも4分あ早いの、普通じゃ普通平均値ぐらいで暴れ普通、暴れ普通、ね、一番悲しいじゃん悲しい動画を見ることになります、いや頑張ってくれると思うけどな、早くはあってほしいよこれ、ね、いきます、はい、そうよ、まあ、あっちです、まあまあ、まあ、熱いのは得意でもないですけど、でもまあこの量だったら
30秒30秒やばいやばいやばい危ない危ない、よーいスタート。じゃあいただきます。4秒ぐらいで食べないと怖いよ。そうね、まずはあ、でも選んでるかな、ちくわ買いこうかな。はい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 、行くかいいぞあグニグニしてる。え、噛み切れちゃった。え、硬い。猫舌じゃね。思った2倍熱いぞ。2倍。猫舌じゃん。猫舌じゃん。おい、猫舌だよ。おいおいおい。猫舌。めっちゃ遅いんじゃん。え？乗ってる。おい。卵。いけよ。30秒。すごい卵は一口じゃないから。まあ一口だね。あないって。何この顔。ああ。ウミガメ。ウミガメ。はい、もう最後最後最後。大根、ね。一番大根好きなんですよ。あっちいぞ大根だって。これは無理よ。これは無理よ。何なんだよ。無駄無駄。無理無理無理。でかいやろ大根。頼んでない。うわごちそうさまでした。タイムはですね、はい、5分遅い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 なんだよ。あ、じゃあアルパ君か。あざっすポイント。お当たってる。暴れ普通。暴れ普通ですよ。当たってさん、かなり読まれてました。どうしちゃったんだ。勝手にセルフでハードルを上げて一口じゃなくていいじゃん。上げといてちょい遅いっていう。遅いっていう。最後はいアルファ君。あアルファが最後。最後ね。最後ね。なんかちょっと意味深いですよね順番がね。これまあまあちょっと予想します。はい、え、じゃあ加藤さん。はい、大暴れして普通なんで。俺じゃねえか。暴れ普通。暴れ普通。遺伝子受け継いでんじゃん。これ連続で見せる意味があったんじゃないかな。あーそういうことね。なるほど。私はこれはもうなんなら宝石の国かもしれない。え、え、どういうこと。めっちゃアルファさんは早く食べようといろいろ工夫をするんですよ、うん、その工夫が逆に裏目に出て9分50秒。ちょっと宝石の国じゃんこれ。工夫が裏目に工夫がね一番遅い。遅くなっちゃうじゃん。遅い、そういうこと。いや違いますよ、はい、これもう待ってました令和のトレ高男。2分28秒これはもう頑張ってまくってくれるんじゃないかな。すごい最後最後もこれだったらすごい、ね、相当早かったよ、ね、抜かしちゃうこれはやってくれると思います。信じてます。僕も見たいですね。アルファ覚醒の日、うん、もうデッドヒースになって、うん、ヒースデッドヒートと間違えちゃった、ね、デッドヒースに2分43秒早い、ね、早い。アルファ改めてまくり1まくりここ出たんから最後。なるほど、ね、なるほどね。頑張ってる。こういうことじゃないとやっぱ最後ってなかなか、うん、そういうこと、うん、アルファ改めデッドヒースにデッドヒースかっこいい。頼め。最後アルファ君。はい、いきます、うん、お願いします、まあ、こんなのはね気持ちの問題なんで、もう厚さをねもう感じなければいいです。脳で脳を騙せばね多分いけます。余計なことすんなよ。なんか工夫の。おーやばいやばいやばい。えマジで、マジで嘘。えやばい。大丈夫皿使ってね。嘘マジで。空気をね空気を入れ替えて早いのか早いのか。すげえな。足に逃がしてるんだ。足に逃がしてるダメージをシステマだ。うわおい早い早い早いよこれ。おおこの大暴れやばいな。どっちなんだこれ。早いのか早い早いめっちゃ早い。すごいオートマットみたいになってる。すごい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 。どう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 だごちそうさま。はい2分7秒です。あ、どうした？早っ！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 すごっ！
あざーす。これは早い。これすごい。暑かった。これすごい。これはこれはすごい。これはすごい。すごい。こっち。おお、こっちか。おめでとう。いや、すごい。え、予想より早かったじゃん。めちゃくちゃ早い。すごいわ。1位じゃん。マジで命削ったぜ。すぎちゃん。さすがだ。これは素晴らしい。じゃあ結果発表。うん、猫舌じゃないやつ当てようは、うん、アルファ永田。おお。発表。挟まっちゃった。そして。ってことは原宿は？うん、それはそう。それはそう。そして、はい、猫舌じゃないよ。はい。アルファ、あらーっ、2番達成、2番達成よ、これすげー。これは優勝かな。中田くんも2位なわけでしょ。いや、なんかやっぱ分かるのか、分かるのか、戦闘力が下では見えてんの。じゃあ、商品の宝石の国は、はい、うん、ドクターアルファくん。あ、え、貸し合い、貸し合おう、貸し合う、貸し合おう。あー、やったー、すごい、これ嬉しいね。嬉しい。はい、でも最後、はい、ちょっとせっかくなんで、うん、やっぱ猫舌じゃない王の実力、うん、ちょっと見せてもらいたいなと思うので、はいはいはい、 PR 文言読んでもらおうかな。あ、なるほど、うん、熱々おでん食べながら、なるほど、まあ、食いながら食いながらね。なるほど、まあ光栄なことですよ。いけると思う、いけると思う。だいぶ口使ってたけどね、あの時。そうだね。はい、じゃあそれでは、はい、猫舌じゃない王のアルバ君から、うん、PR を、はい、お願いします。じゃあまず開けてみましょうか。はい、こちらです。大丈夫？うわ、おーい、いいね、お表さん。そうだね、あん時より熱そうに見える。なんかやばそう。色これも色変わってないか、これ。じゃあ、拝読させていただきたいと思います。お願いします。はい、いきます。トングアン。お、言えてる。普通は本だなくの、普通だ。宝石の体を見ると宝石さんか、ほら、やっぱ彼らイカメンという、マグロプルーメワラタイル。何これ。主人公は、もろく、兵器に向かない、ソフトフライト。あ、ソフトフライト、ソフトフライト。ソフトフライトは、自分にできることを見つけようと試行錯誤し、新車。ふぅ、ボルト、ボルト。ダイヤモンドといった、ポケットが放出か。逃がして、逃がして、逃がして。逃がして、逃がして。逃がして、逃がして。逃がして、ソフトフライトは、ホログライブとしての自分のお先に何者なのだろうか。何アフターンアカウンライハンをピンポンがホログの米ノーボーの配布かはブレイカーゴミンエビのロゴかさらに本郷のアリスのスムーズエビの曲さらに聞こえたけど、お父さんも配布がする。何言ってか全然わからない。どうだよ。ないコメだ。アフタヌーンはコーヒーライトなのか。アフタヌーンは分かったな。アフタヌーンだけはコーヒーライトか。アフタヌーンだけやっぱりボルツもすごいいい。ボルツすごいね。いや、ありがとう。通じたかな。通じたね。もらえたかな。というわけなんで、宝石の国11月21日の木曜日に最終巻発売されているということで、金剛の兄貴が紡ぐ刺繍付きの特装版も発売中ということで、刺繍がつくらしいです。へぇー、金剛って和尚みたいな人。そう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 。詳細は概要欄に書いてありますのでチェックしてみてください。ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう。何がある？何がある？障子の向こうに何がある？何がある？何がある？障子の向こうに何がある？おもころチャンネル。次回もお楽しみに。